長嶋一重、悪質タックル問題の日大は、この汚名を挽回するのは並大抵のことではない。2018年6月6日22時57分スポーツ報知。長嶋一重タレントの長嶋一重、52日6日放送のフジテレビ系、梅沢富美男のズバッと聞きます。水曜、50時に出演。FC の梅沢富美男、67、と、日大アメフト部の危険タックル問題を切りまくった。まず梅沢が日大の内田正人前監督らの会見について、近年稀に見るクズ会見だった。いい年して謝り方も知らないのか。どうしてタックルをした宮川くんを背負ってあげられないのか。監督を辞めたなら、しっかり、俺がやれと言ったと言えよ。俺と同じ60代のくせに本当に腹が立つ、とバッサリ。これを受け、一重も、今、エンゼルスの、大谷くん、テニスの、錦織くん、ゴルフの、松山くんと、日本のスポーツ界はグローバル化していて世界に広がっているのに、今回の問題はそれに逆行している。全世界に YouTube とかで、悪質タックルの、映像が飛び交って、日本人って、あんなものなのかと、同盟を挽回するのは並大抵のことではないですよ、と熱弁を振るっていた。